で、指輪を、水か多分風ですね。 ウォーターリングが吠える。 ここで紅葉で起こしてきました。 ここでたまたまゲット。 2つ目ですね。 ここでマスク。 Adiós. Nos vemos. Chikamatta. Koko wa dan ni. アクセスフリープロテクトダブルゼータスマイル言わざる。 火を消すには例のリング。明かりが恋しい。 コヨーテなんだよね。コヨーテはてなはてな。南京錠はまあコヨーテなんすよね。
ここでね、この左側の、突き当たり赤い扉のマーク、ここにつながってるはずですね。よし、では進みましょう。ここすごい気になるんだよね。なんかあると思うんだけどな。明かりが恋しい、恋しいよな。で、多分センサーがあるので、警備員に変更します。これマスクに変わって。赤、段にしよう。あ、消えた。え？セカンドハウスで、入ってすぐのところに。多分ハーマンズルームのはず。オッケー、よし。どっちから行こうかな。こっちからだ。ベッドルーム。ここはびっくりマークがあるな。あ、セキュリティ。警戒を解除しました。ありがとうございます。お、どっか開いたな。
ダンがいいかな。ダンの方が。ここは多分コンベッドルームか。チャイルドエントランス、ホールウェイ。こっちの方になんかありそう。あ、トラビスか、びっくりした。どこに隠れてる？この先。まあ、人格をコヨーテじゃなくてコーンに変えて、あれアフロじゃん。アフロどうした？あー、クレミンスどうだろうね。あ、またアイテムじゃないかな。微妙なアイテム。OK。で、こっち側は終わったかな？あとは向こう側だな。どこだ？あ、ここあれか、戻ってきたね。結構エイムいるよね。で、ここは何も書いてないんだけれども、このゲームね、何も書いてなくても何かある。そうだよね。ヒントマン、寝るんかい。寝ると警備をするの。
いことだ。もうベッドルーム。出すとなんとかシュートボックスかな。寿命がつけた時計。これは過去だな。で、指輪をファストリングにして、ファストリングが吠える、ハート時計、これたまたまかな。たまたまを譲り受ける。そして人格をコンに変えて、かな、出すと。戻ってきたんじゃね。あそこコヨーテのマークがまだ残ってんだよね。一回止めようか。場所覚えてこう。あ、やっぱりいけた。クレイジージャンピングエクセレント。あー、やっぱいけるんだ。トラビスいない。ないんだけど。はい、ぐるっとね回ってきました。右左どちらもおそらく一通りは行けるところは行ったかなと思います。で、あとはね、プールの方がまだなんですけれども、プールと、あとはここの真ん中、センターですね、の奥の方、探索の方は次回やっていきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。